坂井明、栄章とは、日本において、官庁、地方公共団体、公共機関、公益法人などが職員、または、市民の功労あるいは善行などを検証あるいは、表彰するために授与、贈呈する気象。主に公的な表彰では、勲章、褒章に準ずる栄誉とされる。坂井明は、褒章同様、メダルと英訳されるが、褒章のような栄典ではない。 また、坂江明という故障は、確一的なものではなく、例えば国では一切採用されていない。一部の地方公共団体、公益法人が故障するのみである。ただし、同じ国の表彰であっても、警察のように表彰気象と称する場合もあれば、消防のように気象と称するものもあり、国としても、必ずしも統一されたものはない。 なお、防衛省所管の公益社団法人体友会では2010年度、11年度、13年度と、防衛省への要望書及び政策提言書にて、自衛隊に、栄江省を新設するよう申し入れを行っている。また、地方公共団体や公益法人その他の団体の、栄江省も含めると、検証省、表彰気章、栄誉気章、栄誉気章、表彰気章。 功労記章など様々な意章が当てられていることが多い。本校では、便宜上、栄賞章と表記し、その概要について述べる。国際的な機構や組織、国の、及び公共機関の表彰記章、全国法人による表彰記章、著名な表彰記章などは別途項目参照。栄井章の形状として代表的なものは、勲章式、または、 略樹式、縦式、倍式、布式のものとある。また、栄江賞の授与に際しては、正規あるいは表彰状、検証状、感謝状に添えて、授与、贈呈するのが、一般的である。正規の栄江賞ではないが、記念賞を添えて表彰する例もある。栄江賞による表彰は、直接的に、栄転制度と関わりがあるわけではないが、気象の伴う表彰として、 極めて類似していることに加え、主に国の表彰としては、大臣表彰や長官表彰に表彰のための希少がもなうこともあり、多くの表彰の中でもかなり高位な表彰として位置づけられることから、事実上勲章、褒章に次ぐ栄誉として扱われていることも多い。さらに、地方公共団体としては、都道府県の褒章や栄誉賞などのほか、市町村長、 特別区長表彰としては、有料賞、厚労賞、栄誉賞などを制定しているところが多数確認できる。また、公的機関ではないが公益法人が授与する記彰も、あり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、学校法人、宗教法人などでも寄付者に対して、厚労賞などを授与する例もある。なお、表彰記彰は、賞の授与を記した。 正気内し表彰状、検証状、感謝状とともに授与されるのが一般的である。なお、日本などでは、勲章は外国からの叙勲を除き、現職公務員が受章することはなく、褒章もほぼそれと同じであるのに対して、それに準ずる表彰気章、気象等は現職在任中に受章の道が開かれおり、 所属庁の正式に基づき廃用することが許されているのが一般的である。民間人の場合、受賞並びに廃用に制限はないが、受賞をしていない者が法令や条例で公的に定められた基礎を公に廃することは、軽犯罪法及び政令等の違反となる。法務省では、長年保護士として勤務し、保護士組織の代表などを務めた者に、 特別厚労省を授与している。厚生労働省では、卓越した技能を有する伝統工芸の職人に、大使厚生労働大臣の名で以下の希少を授与している。また、永年、民生委員、児童委員として功績ある人物にも希少を授与している。防衛省において、功績ある自衛官への表彰、防衛大臣の名で以下の希少が授与される。その他、 略樹に類似した防衛記念賞を授与することもある。その他に表彰記念賞がある。消費者庁では消費者支援活動に顕著な功績のあった者に対して、消費者支援功労者として検証する目的で、消費者庁長官表彰として、同表彰を受け明らに対して、以下の記彰を授与している。多岐にわたるため主な例の見知るす。消防団とは、通常、市町村、 東京都においては、東京消防庁に付属する一機関であるが、現在の日本国内で最も多くの栄え明、表彰気象、記念章を授与あるいは受賞する機関であることから、特に項目設けて外説する。表彰等で気象を授与する例、または気象の種類は、消防団が圧倒的に多い。消防団において授与される気象は、消防庁はじめ消防本部、 財団法人たる、消防協会、全国法人並びに、地方法人が授与する、どの機関の授与する気象も名称は類似している。ここでは、特に公的機関はじめ公人の名をもって授与する、気象の名称例を挙げるが、地域ごとに格差があるのであくまで一般的な例として、取らてほしい。多くは、入団3年目、5年目など、勤続年数に加え参加。 姿勢などが評価されて授与される。地域によって表彰に気象の授与される頻度は差がある。ことさら気象の名称をつけず、副賞として授与する場合も多い。など。なお、東京都特別区の消防団員はこれらの表彰気象のほか、記念賞や職賞、技能賞などとともに、その表彰歴に応じ、表彰歴賞を配用することができる。後続。 公職者、公共機関の職名で授与されるもののみ記す。その他は省略。日本赤十字社における表彰制度には、看護及び救助の功労、赤十字への貢献による功労、ボランティア、献血協力など、社史による功労、常在の寄付がある。同社は、皇后、皇族が名誉総裁及び名誉副総裁を務めており、金色友好賞は名誉総裁。 同名予副総裁により授与される。社団法人日本水難救済会。社団法人日本水難救済会の定める気象。社団法人第二法農会その他、公的機関、公人によるものではないが、旧皇族や公益法人により、名誉賞などの栄え明ら、気象が授与される例もある。内閣府所管の日本全公会では、全公、金明ら、全公認賞。 全行動賞までと全行賞を授与している。日本水難救済会では、別記にて皇族が務められる名誉総裁の賞のみ、紹介したが、名誉有効賞、特別有効賞、救助特別功労賞、救助功労賞、救助,救助出動回数功労省、金属功労省などを置いている。交通安全協会の地方法人では、都道府県ごとに有料運転者に対して、 有料証、模範証などを授与するケースもある。各都道府県ごとに有料運転者表彰の申請をしたもので表彰者に対して授与される。社会福祉法人恩師財団再生会、高松の宮記念基金でも50万円以上の寄付者に称号を呼び会員証を贈呈している。社会福祉法人社会福祉協議会の地方法人の 中にも一定額寄付者に対して社会福祉特別功労賞を授与している例が見られる。小さな親切運動本部では小さな親切運動に該当する活動をした者に付き、多成で特に認められた者に対して小さな親切実行賞を授与している。その他の法人も気象を授与する文化、制度は少なくない。 日本文化振興会への寄付を行った者に対して、授与する実質的に賞の売買という指摘がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。